ハッピーバースデートゥーミーヤッホー。隣人、うわ、聞いちゃいけないもの聞いた。壁薄。場所移動。こんにちは、ちなです。カルロスです。なんと全然違うところにスタジオ。スタジオ。今日はここからゲームをやります。はい、ぼっちは一人でいるのが好きなのです。寂しくなんかないんです。本当だもん。ぼっちはリア充かっこ現実世界が充実している人たちのことがとても苦手です。ごめんなさい、本当無理なんです。そうなんです。ぼっちの気持ちはわかりますか？いや、わかる。 なぜ気持ちがわかる？なんか、中学校の頃ははっちゃけすぎて。はっちゃけすぎて。あー、ぼっちはどうやった、どうしたら、どうやったら楽しめる？ゲームとか、ツイッターとかで友達を作る。LINE でなんか、その仲いい人に話しかけるとか、いっぱい友達はいなくていいから、もう今深く関わっている友達と楽しめばいいっていう。なるほど、なるほど。おやおや、そんなリア充たちがぼっちの周りに集まってきちゃいました。ぼっちすごく困ってるみたい。中学校の子が集まると困ってさ。なんか、怖いみたいな。怖い。そう、チーナー、チーナーが怖い。かわいそうだから助けてあげよう。とりあえずリア充たちを指でこすって、ぼっちの周りからすべて追い払おう。余計にぼっちがね、加速する。なんかそんな気もするけど。あ、なんかダメージ食らってるんだけど。リア充を追い払うとぼっちポイントがもらえるよ。満タンになるとぼっちがレベルアップするよ。ぼっちがレベルアップする、どういうこと？それは克服するためか、あの、退化していくのか。ぼっちが良くなるってどういうことなんですか？友達ができる。あ、それってぼっちじゃなくなっちゃうこと？なんかそうなるのか、もっとぼっちが加速するのか。そうだよね。ぼっちが加速するとどうなるのかな。わかんない。天に行っちゃう。ちょっと変な発言がありました。申し訳ございません。リア充はコインの入った袋を落として逃げていくよ。タッチして全てのコインをゲットしよう。どういうこと？何それ？リア充はお金持ってる。リア充が落としていったコイン、おー、リア充ってやっぱりお金も持ってるの。早速パワーアップしてみよう。ショップへ移動して登場するリア充の種類を増やしてみよう。やだ。なんで増やすの？やだ、増やしたら敵？ショップ。ショップ。新たなリア充を解放。新たなリア充解放。リア充ナンバー2。お。色が。なんか、カップルみたいな。やだね。早速さっきとは違うリア充が出てきたね。全部追い払ってコインと BP 集めよう。全部追い払って。追い払ったら。ぼっちになっちゃう。さっき困ってたのに今笑ってるよ。うわー、ぼっちの人ってこう追い払うと笑うのかなみたいな。こう、わかんない。綺麗に追い払ったね。ぼっちも喜んでいるよ。笑ってる、今笑ってた。今度はイベントを実行してみよう。え、ぼっちがイベントするの？ゲーム以外に一人でこう、なんか中学生高校生が一人で楽しめる方法ってのは？一人で楽しめる。あ、出かける。出かける。物をなんか欲しいもの買ったりとか、なんか一人旅したりとかすればいいじゃん。でもぼっちの一人旅ってそんなに遠く行かないでしょ。だって、東京の中でぼっちが楽しめる街ってどこ？なくない？だってさ、原宿とか渋谷行ったらもうさ、爆死じゃん。爆死？だってみんなさ、家族とか友達とかカップルで来てんのにさ、その中してポーンって行ったらもう心が死ぬよ。あ、死ぬね、死ぬね。アメリカとか他の国から旅行してくる人って結構ぼっちが多いんだよ。一人で来る人多いんだけど、その人が楽しめる街中、何をしたら楽しめるか。何をしたら？なんか観光する？観光する。浅草行けばとりあえず間違いないと思う。浅草。一人で写真撮って買い物をして。悲しい。それは。Yes。心が痛む。心痛む。ぼっちーなが。ぼっちーな。ぼっちー。ぼっちーながそこに行ったらどうすんの？そこに行ったら？戦争寺に行ったら何を？帰る。帰るの？戦争寺に行ったのに帰るの？楽しく。写真撮んないの？こう、あ、撮るかもしれないけど自分は写さないかな。あ、自分は写さないんだ。あ、それを Twitter の方にあげる。あげる、来たみたいな。ぼっちーな戦争寺、ぼっちーな戦争寺、一人で来た、一人で来た、あ、カタカタカタ楽しい。あ、そうするとやっぱりあれをくれるの？こう、リスポンスを。まあ、くれないね。ぼっちだからくれないんだよ。
誰にツイッター打ってんのえ、なんかただつぶやいてる状態だよね。もう戦争中楽しいな。消費したスタミナは時間が経つと回復するよなんか半笑いでなんか気持ち悪い気持ち悪い笑い方してるよね。なんか一人の教室で笑ってんだけど、はい、二人組作って。これはどういうシチュエーションでございますか。なんかみんなはもう仲いい人と組むじゃん。でも自分は仲いい人いないから余るんだよ、うん、リア充ってさ、なんかさ、うん、なんか彼氏彼女がいる人がなんかリア充とか、うん、なんかよく言われてるけど、うん、そうでもない、うん、そうでもないかもしんない、うん、彼氏彼女がいなくてもリア充はリア充、うん、楽しければリア充、楽しければリア充、楽しければリア充、うん、アニメのリア充っていうのは、うん、多分なんか、うん、彼氏彼女がいる人たちのことを言うと思うけど、まあ、リアルでもそういう時は、うん、うち的には別に友達と遊んだりとか、うんうん、することもそうだし、まあ、彼氏彼女がいるっていうこともそうだし、うん、なんか別に自分のなんか趣味をなんか本当に極めたりさすることもさリア充かなって思う。なるほど。え、ってことはぼっちでも自分の趣味を極めるのはリア充なんですか。リア充になれるよ。なれるんだぼっちでもリア充になれる。そう、大丈夫大丈夫まだ希望はあるよ。そう、リア充はペアで動くんだ。そうそう、とか、うんうん、5人とかだよね。5人1人以上じゃない。女の子はなぜペアでトイレに行くのか。あれはあ、なんだろうねなんか1人で行くのはなんかつまんないから、yes. なんか友達と行ってなんか鏡見てなんかこう前髪直したりとか髪の毛直してなんかちょっと雑談みたいな。男2人行かないもんね。行かないね。行かない。外国人のあれからすると日本のトイレってめちゃくちゃ綺麗ってイメージがあるの。そうでもないよ。あ、そうでもない。公衆トイレはひどいよね。公衆トイレットペーパーないし。え、日本のトイレは全部シャワー機能がついてると思う。ついてない。中学とか学校はだいたいついてなくてただの便座だよ、うん、それか和式だよ。あ、進化。お、進化。ええ何？ちょっとふさふさした髪の毛が生えてきた。どういうわけか色も変わっている。女性受けを狙ってピンク色になったようだ。これはいい方に向かってるのかな。いい方なのか。だって受けを狙ってるってことだよね。ってことはやっぱりぼっちを抜けたい、出したい、出したい。そうか、黄色よりは。レベル1は何だったの。レベル1は生まれたばかりのまだ未熟なぼっち。友達が欲しい。なんかこの子が女でなんか友達が欲しいみたいな感じかも分かんない、うん、あ、それピンクになるみたいなね、うん、一人誕生日。ぼっち、今日は誕生日、美味しいケーキを食べるぞ。ハッピーバースデートゥーミーヤッホー隣人、うわ、聞いちゃいけないもの聞いた。隣人近いんだね壁薄場所移動。うわー、3人だ。これえぐるわ。これ帰る時じゃない。ちょっと遊んでんじゃないのみんなもうちょっとぼっちーなが見たい人はぼっちーなが見たい人はもう登録をしてください、はい、バイバインゴー地味